県産品の美味しさや魅力を発信するイベントが東京都内で開かれています。有楽町駅前で始まった福島まるごとフェアは、浪江焼きそばや葛尾村のえごま油といった13市町村の特産品を販売するほか、10種類以上の日本酒を利き酒して楽しめるコーナーも用意されています。食べ物ないものはやっぱりこの自然がすごく豊かなので、美味しいというか自然からの恵みがしっかり分かるものが多いかなと思います。このフェアはあさってまで開かれています。